スフ氏は、岩見国のスフ号を本拠としていた武家。本生は藤原北家の一族で、岩見国の大族である関白、藤原忠平の後裔。国県を外する岡本市と言われる。増田氏の五代、増田兼末の子で、増田総領家の六代、増田兼時の弟、兼貞は、スフ号の児童となって、スフ氏を称した。その弟三人もそれぞれ分して、家は、 末元氏、県中は、丸も氏、県政は、種氏を称した。スフ氏の歴代については、遺説があるが、女王2年3月の岩見国伝数注文に、すでに、数治行として、長軍栗原を領していることが見え、それは、金貞のことであろうと考えられている。栗原の地は、栗原別府と呼ばれ、金貞の弟、 多根県政の子や四郎政家が自動職を得て、その子孫は南北朝時代から栗原氏を称するようになった。金田のスフ号、鳥居里などの自動職は、異母テ県政の子、時金に譲られ、飛び城を本拠として、以降、スフ氏歴代に受け継がれた。鎌倉時代の半ば頃から、スフ氏、三ス氏、福屋氏ら、比較的早く独立した。 諸流各家は、僧侶家の本拠マスダから離れた地を領有していたこともあり、次第に僧侶家とは別の独立した領主的活動を行うようになり、マスダ氏を中心にした僧侶性はほころびを見せ始めた。南北朝時代には、スフ氏、三ス氏、福屋氏は、南朝方について、北朝方についたマスダ氏と争った。戦国時代に入ると、ス府氏は、 地政学的に、津を山口の大大名を大内氏に従うようになり、天腰についた松田氏と争った。須府氏は、大内氏を通じて、朝鮮と貿易を行った。大内氏滅亡後は、毛利氏に巨城の飛び筋を攻められて、その参加に入った。須府元県は、天正五年の張馬光月城攻めの際、吉川元春の軍に属して内死にしている。 その市長次の時に、関ヶ原の戦いが起こり、西軍の総大将となった、毛利輝元は原稿処分を受け、秋広島から長と萩に違法され、長寿もそれに従って、萩に移った。その子の元新の時、杉岡氏を称したが、孫、金信の時に再び、須府氏に服した。以後、明治維新に至るまで、萩藩毛利氏家臣として存続した。幕末に、 文家の一族から祖父正之助が出た。正之助は、藩主、毛利リー・に仕え、萩藩の財政再建などの反省改革に取り組んだ、村田政府の後を引き継いで、萩藩革新政権を主導した。しかし、勤門の変、四カ国連合艦隊の下関来衆、第一次長州征伐など、傍聴を、存亡の危機に追い込んだ責任を痛憤して、現時元年9月、 自陣している。江戸期に、スフ氏の一族は、萩藩大組筆頭の本家をはじめとして、大組氏に三野、他に、萩藩賠信として、阿川毛利氏とスフ氏本家の家臣に、諸子家がある。増田ダカネ貞イコール県政時カ義ヨシノブ、県州、県庁イコール県市市連イコール県中、県州は県元県境県、武県元県、元森イコール町次から元、元新。 お寒さと金のぶ、ありがとうございます。